せよ、カオルミント。はい、ということでね、今日はね、みんな大好きなトッポキを食べに行きたいと思います。ということで、ね、今韓国は、がっつり雪が降っております。はい、見えるかな、がっつり雪が降っておるんですけれども、まあ、こんな寒い日はトッポキ食べて温まりましょうということでね、今回私、宮駅に来ております。宮駅は以前私がね、スユシジャン、スユ市場を紹介した時と同じ、駅なんですけれども、まあ、駅からね、歩いて徒歩5分ぐらいのところにお店がありますので、はい、行ってみたいと思います。昨日やっとハチ手袋買ったけど、手が小さすぎて先まで指がいかないからあまり意味ない。はい、ということでね、じゃあ行ってみたいと思います。ゴー。じゃあこちら宮駅の5番出口です。宮駅がね4号線なので比較的来やすいと思います。トンデムンからもねそんなに遠くないし来やすいと思います。はい、じゃあ宮駅の5番出口から出たらそのままこっち側に歩きます。そしたら最初の信号を左に曲がります。ここです。じゃじゃーん。はい、チンチャートポキー見て、トポキー120円、おでんさり120円、モッツァレラチーズだけ240円。見て、激安じゃない。今日はここに行きたいと思います。チンチャートポキー、はい、ということで今日はここか、チュクソットポキって言って、なんかいろいろ混ぜて出てくるようなねトッポキのお店なんですけれども、チーズのタピオカ、これが먹기바로じゃん。そう、来たの、ここに。じゃあ、お見せいたします。じゃーん、はい、私が頼んだのはラーメンの麺とトッポキ2人前と卵2つと、あと揚げ物盛り合わせと、それからモッツァレラチーズです、はい、で、これが全部なんかできたら揚げ物を入れて、で最後に食べる前にチーズです。一緒にたくあんが出てきます。じゃん、ティリムが、さつまいもと金まりと焼きまんじゅうです。あとこれなんだ、やっちゃ野菜。먹으라고 우리는 주문했어.
食べる。ではいただきます。学生さんがいっぱいいてめっちゃ喋りづらい。今で今で。なんかそこまで辛くないし、なんか甘みの甘みもあって辛みもあるちょうどいいとこっき。揚げ物がマジで美味しい。お餅の状態もすごいいいし、なんか辛いだけが強いじゃなくて甘いだけが強いじゃなくて、なんか超バランス取れたし美味しい。他の揚げ物が美味しいです。はい、ということでね、食べたんですけど、あ、もうすごい残念だったのが、ポックンパを食べようと思ったんですけど、
コックンパか、あの汁を残しとかないとできないんだけど、やっぱ私が一人で食べてるから、食べてる間にどんどん、ね、蒸発しちゃって、もちろん火は止めたんだけど、なんか汁が全然残んなくてコックンパができなかったです。はい、それでね、しかも私も、まあ、オープンと同時に来たんだけど、やっぱり食べてる間にね、あの学生さんがすごい多くて、なんかみんなね4人とか3人5人とかで団体で来るから、ちょっとあの最後までちょっと撮影できなかったんですけど、いやでもね本当に美味しかったです。あとそう、学生さんが多くてね、隣の男の子たちとかね、ずっと YouTuber とかの話をしてるから、もうすごい気まずすぎて、ちょっとねちゃんと喋れなくて本当申し訳ないんですけど、お店がね意外とちっちゃいので、でね味はすっごい美味しかったし、で今私が、トッポッキ2人前 とモドゥンティギン揚げ物盛り合わせと卵2つと、まあ、とりあえずねそうこうやって頼んだんだけど880円でした。あんなにいっぱい食べて、でしかも私はねヒョングンって言ったのなんだっけ、現金計算にしたからペコン10円引いてもらえて、そう880円でした。超激安じゃない、まあそりゃ学生さん募るわって感じだよね。ということでね、超激安トッポッキのお店でした。ということでね、今もすごい中学生にジロジロ見られているので、そろそろ番組終わりのコメントをしたいと思います。それでは、皆さん今回の動画を良ければ立ちましたら高評価とチャンネル登録お願いします。それから、コメントも全て読んでおりますので、コメントもよろしくお願いします。それからね、概要欄にもいろいろ情報など追加でいろいろ書いてありますので、概要欄のチェックもよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면 오늘은 여기까지. 終わり!